カナタスはね、でもね、そのちょっとこう節約症でタオルを一回拭いたタオルは明日も使えるのではって思って、一回拭いたタオルを乾かして翌日も使って、その後にあの洗濯機に入れてたんですけど、うわーやめろ汚いなんで、いやそう、それでなんかね、もうこの世の終わりみたいな匂いに一個だけなっちゃって、え、これあかんかったかなーって思って捨てようかと思ったの。うわーこれこの世の終わりだよってえぐいもうそれからちゃんと洗ってるもん毎日。そんで、あのそのもう一個死んだやつは、あれ洗ってもダメってことはもう今までの一人暮らしの経験で知ってるんで、熱湯かけたら匂わなくなるって説もあるんだけど、どうせまたすぐダメになるから熱湯代がもったいないんで、あの雑巾にすることにしました。捨てようかと思ったおいーだっておい、プレゼントしてやろうか、僕のこのさ終わったタオル。ネット高いじゃん。高いってかケトルだったりとかさ、ネットもったいないよ江戸時代じゃんじゃない、雑巾にするんだ。そう、お食事の方失礼しました、失礼します、すいませんなんでだよ、カナタさんのもの絶対いい匂いする。え、でもね、カナタさんのちょっとタオルは死んだんだけど、カナタさんはね、なんか体臭が甘いらしいよ。なんかね、それね言われた、前に一緒に住んでいたさ、あの人とか友人とかにね言われたりとか、ギャル友にも言われて、なんか僕の体臭がめっちゃ臭くなった時に遠慮しないで言ってくださいって言って、なんか甘い匂いするよ感じちゃうわって言ってた。すごくない？でカブトムシじゃないだろうね。なんでやねん、糖尿病ちゃうわなんでやねん、違う、小学校の時からなんだよ、僕小学校の時からだもん。なんかさ甘い感じの匂いがするって、バナナ食いすぎじゃない、もん糖尿病じゃないよ、小学校の時から糖尿病じゃん、おかしいじゃん。違うもん、カメムシでもない、カメムシはくせえだろう。優しい人に囲まれて、え、本当は臭いのかな